1907年の 1210km のルートを示した地図。競合する蒸気鉄道に比べ 240km 以上距離は短い。シカゴ・ニューヨークエレクトリックエアライン鉄道とはアメリカで、計画されたシカゴとニューヨークの間を結ぶ高速電気鉄道である。計画されていた約750マイルの総延長は、2つの主な蒸気鉄道である。 ニューヨークセントラル鉄道やペンシルバニア鉄道よりも2 4 0トル以上短い。北起人の見通しはとても楽観的であり、最終的にはインディアナ州ゲイリーの周辺に短いインターアーバンを建設、運営するのみであった。これは失敗に終わったいくつかの類似した計画の中でも最も野心的なものであった。1903年に、 時速 200km で走った後のアイグの高速電車。この路線は一番早く提案された高速電気鉄道ではない。1893年にはウェリントン・アダムス博士がシカゴとセントルイスの間 406km の区間を最高速度 160km で走行する路線の計画を推進した。 アダムスはこの新しい鉄道は550万ドルで1年で建設できると考えたが、業界紙はこの計画を嘲笑し、その計画は行き詰まってしまった。1906年に初めて示されたエアライン鉄道の計画はこれより、さらに意欲的で、地上設備の計画は同時代の実際の路線をはるかに超える強い印象を与えるものであった。勾配は1%以下、 平面交差はなく、他の路線より 240km 短い直線的な経路。列車は時速 160km で走行し、シカゴとニューヨークの間を10時間で走り切ることとなっていた。当時のニューヨークとシカゴを結ぶ2つの最速列車は、ニューヨークセントラル鉄道の20世紀特急とペンシルバニア鉄道のペンシルバニアリミテッドであり、 どちらも20時間を要していた。この計画が発表されたのは、全世界的に電気鉄道の発達が進んだ時期であった。1903年、ジーメンスーンとハルスケとアイグによって製造された鉄道車両が、ベルリン郊外のマリエンフェルデツオッセン軍事鉄道での実験で 200km 毎時に達した。しかしながら、営利的な計画は進展しなかった。ベルリンハンブルク間や、 ウィーン・ブダペスト間で提案された電気鉄道はあまりにも費用が高額だった。一方で、いくつかのアメリカのインターアーバンは高速での実証運転を行った。1903年には、オーロラエルジンシカゴ鉄道が6分以上の停車時間や蒸気鉄道、路面電車、通りや幹線道路などとの平面交差にもかかわらず、 オーロラとシカゴの間 56km を34分39秒で走り抜けた。1905年にパシフィック電鉄の事実上のトップであったヘンリー・ E ・ハンティントンはロサンゼルスからロングビーチへの 32km の間を自社の車両により15分で走らせた。平均速度は80マイル毎時とエアライン鉄道の計画よりも速いものであった。 シカゴとニューヨークの間を10時間で走ると宣言する広告。電気機関車と客車であることによく注意すること。この計画は全国的に宣言され、株券の販売も速やかに行われた。一部区間の線路、巨大な切り土や森土をインディアナ州ゲイリーに建設、インターアーバンとして運営し、投資家はこの路線が運行されているのを見物した。 建設工事の過程は月間のエアラインニュースにより宣伝されたが、これは客色を伴うものであった。例えば大きなバルカン蒸気ショベルがすでに運用されていて、まっすぐで水平な高速線路の予定ルートに立つ丘を切り開いている。といったようなもの。この計画はいくつかの弱点があり、1907年恐慌がそれをさらに悪化させた。 非常に厳しい建設要件による莫大な費用や、主張されていた、いくつかの会計上不正や、その他の詐欺により、インディアナ州の田舎を越え数十マイル路線を伸ばす、ことを果たせなかった。完成した区間は、ラポートから、グッドラムの間の3 0 9トルであった。この計画は、インターアーバン時代の最大の大失敗と呼ばれている。しかしながら、 完成した区間は成功したインターアーバンド専門であるゲイリー鉄道の基礎となった。そしていくらかの他のインターアーバンが小規模ながら本鉄道と同水準で建設された。1907年にはフィラデルフィアウェイスタン鉄道がフィラデルフィア近郊のアッパーダービーからストラフフォードの区間を最大勾配2%踏切なし絶対閉塞の設備で開業させた。 そして第一次世界大戦後には、鉄道界の有力者であったサミュエル・インスルが、シカゴ近郊のインターアーバンを改良し、駅間の平均速度はしばしば時速112キロメートル。それらの路線のうち一部は現在でも営業されている。この路線の線路の一部やいくつかの巨大なコンクリート橋脚は、現在も見ることができる。ありがとうございます。